ひなたんの麻雀するしないユーザー1万人突破記念質問コーナー、イエーイ長いするしない。はるちゃんこれ前やったよ。え、これ前やった、あいこやった、一人でこうパッドに向かって一人ずつ喋るやつやった、ずっとやってた。好きな三半役は何ですか。本一だね。本一以外の三半役そんなに出てこないぐらい本一が好き。見た、もうやった、うん、見たでしょ、うん、見た、これ見た。え、でもまだいっぱい来てる。え、増えたってこと。めっちゃ増えてる。おお、増えたの。じゃあ新しい質問ってこと。そうだよ。じゃあ答えまーすよろしくお願いしまーすはい、はい、じゃあハルちゃんがナビゲーターやってくれるの。じゃあ愛ちゃんに質問すればいいのね。こっから来た手でね。麻雀プロになって良かったことと困ったことは何ですか。良かったことと困ったこと。良かったことは、うん、意外と、うん、自分頑張れる、生きていく何かを見つけられたこと、うん、じゃない。8年間なんですけど今 ね私たち8年目だけど、8年間何かを頑張り続けるってすごくない、うん、確かに人生ってちょっと悪かったかも。8年間頑張ったって。小学校でさ6年間よ。小学校の目標がずっと一緒ってないもん。ないし、なんか将来の目標はって言って、うん、結構なんかいろいろ思った時もあったけど、今麻雀プロになってこんなに続けられるんだと。自分の意外となんかやりたかったこととか頑張りたいことが未だにあるから続けられるから、そこはちょっと良かったことかな、見つけられたのは。困ったことはもうね、トラブルばっかりもうね、トラブルしかない。いろいろ、それはいろんな人と携わるし、あのお仕事でもいろんな人と絡むからしょうがないんだけど、これからもあるんだろうなと思いながら。なんかでも生きていく上での知識すごい増えた気がする。そうそうそうだからあのいろいろありますこれからもあります。はい、よろしくお願いします。はい、ひなたプロのご出身の長野県の方言にニャ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 するしないなんとかしようよってありますよね、うん、タイトルの麻雀するしないにもそういった意味が込められてたりしませんか。すごいよく気づいたね。そうだと思います。あ、長野県の方言、方言ですね。するしない、するしないってみたいな音声で私が言ってるでしょ、言ってる。するしない、あれちょっと違うんですよ。あ、違う。するしない、するしないって感じです。え、もうなんかバーンって言う、バーンっ て、だからねえねえ、するしないみたいなノリは違うわけ。あ、違うの。あんなぶりっ子じゃない長野県民は。群馬と違う、うん、ちょっと待って群馬にはぶりっ子が多いみたいな。タコマル、タコパールとか言ったりしないから。タコマルは普通に使うから、ね、使わねえから。使う、使う、使わねえから。え、でするしないはよく使うの普通。てか言い方が僕違う。するし、するしない疑問文だねするしない、するしないみたいな。するしない、ねえねえねえ、あいこはこれするしないみたいな、こんな感じで使うんですよ。これを何々しようよな、これ一緒にやらないとかそういう意味だと思う。だけど、うん、うちのね家族は言うけど、うん、一番仲いい友達んち、幼なじみんちとかは言わなかったりするんですよ。だから長野でも全部の家庭が使ってるわけじゃないっぽくて、一部の地域かもしれない。でもね、方言、長野の方言で、それをマージャンするしない、方言でするしないってあったんだけどどうですかって大人が、うん、あ、じゃあ別にいいですけどって言ったらそれなんかそのままの案で今こうとなんか時は流れ、うん、月日が経ち今だにこんなするしないって言ってたら、いろんな人に乗っ取られ、うん、高春のするしないになったりとかするしないしてるっていう現状があります。ジャン力以外で異性に求めるものは何ですか。まずジャン力を異性には求めません。求めないよね。あのね、わかるわ、すごいわかる。いや、はるちゃんとちょっと違うから一緒にしないでほしい。はるちゃんは違う、はるちゃんはね違う。なんだかんだ男性が麻雀強かった、それに、うん、じゃあ次からそうするとかいうタイプじゃん。あいこそういうのないから。しないよ。いや、あいちゃんは絶対にないけど。いや、はるちゃん絶対なんだかんだそうだから。しないよ。いや、あいこほんとね、ジャン力いらない。ジャン力いらない。もうマージャン下手っぴでもいいし、うん、なんか知らなくてもいい。え、じゃあそれ以外で求めるものは何なの。ね、あ、年上で、年上、はいはい、メガネが似合って、メガネが似合う、スーツ着て
る感じの、いつもスーツ着てるような、ね、そう、最高位戦で言うなら石田さんっていう人がすっごい好きで、でもね、メガネかけてなくない？似合うじゃん絶対。いや、かけてないんだけど似合うじゃん、似合うと思う、絶対似合うじゃん、あの垂れ目、はいはいはい、あの感じがすごいすっごい好きで、一般の人がさ、石田、多分写真載せてくれるんだけど、あの洗剤は違うから、あの洗剤は載せないで実際にリアルを取りに行ってほしいえ、マジであの洗剤は別にね、そんなね、あれひなたん別に何、え、どういうことみたいなと思う。でもあれもかっこいいんだけどね、うん、でも本物見て会って動画撮ってきてほしい、本当に。いや、もうほんとね、最高戦でナンバーワンって私が一番推してて、感染あんまり広まらないんだけど、広まらないね、なかなかね、なんででしょうね。石田さんがおすすめのメンズ、あんな感じがいい、すっごいかっこいい。皆さん、早速質問ですが、自分は毎日スマホで麻雀ゲームをしていますが、オーラスで自分が3万5000点のトップで2位との差が3000点の場合、どんな手組みをすればいいですか。ハイパイがバラバラだったら逃げ切りを考えて周りに打ち込まない方法を考えた方がいいですか。回答してくれたら嬉しいです。すごいいいね、麻雀熱心な方だね。難しい、これ多分オーラス、あの誰が親とかよく分かんないんだけど、はい、どんなルールかちょっと分かんないんだけど、はい、まず大事なのが、うん、3000点差なんですよね、2着の方と、はい、それって、うん、あの2人テンパイでも同点になっちゃう、1人テンパイ相手なら4000点縮まっちゃうので、うんうん、着落ちをしてしまいます、はい、でその時に絶対にトップを取らなきゃいけないっていう風な状況であるならば、うん、多少形の辛いところからでも単野王とかめがけて役配重ねてとか行くべきだと思うんですね、うん、でも他にもっとすごいゴリゴリに攻めてくる人がいる、うん、でそれがもう一個ルール大事なのか、テンパイレンチャンなのか上がりレンチャンなのかにもよるんですけど、誰が親なのかとかね、よるんだけど、どうしても自分で決着をつけたいんだったら、ハイパイはくしゃくしゃでも大事なのはツモなので、ちょっと多少無理に言ってもいいかなと。なのでその自分の置かれてる状況とルールに合わせてちょっと変えてみるのもいいかなと思いますけど、でもね、どうせね、脳天でも一人向こうがテンパイならまくられちゃって、そうね、打ってもどうせ2着になっちゃったりとか、うんうん、結局着順、自分が頑張らないと着順落ちることが多いと思うんですよ、うん、だから多少無理してもいいかなと、バラバラであってもってことですね、うん、そうそう、うんうん、まあ確かに第一だから逃げ切りを考えてるっていうのは結構難しいですよね、うん、そう、逆にもうダンラスの誰かがいたりすると、うん、でも3万5千点だからそんなにダンラスもいないか、うん、1個目ならね、うん、でも誰かが満貫積もっても自分の方が上だとかいう人がもし先にリーチ打ってきてくれたら、その人を心の中で応援しまくる頑張れ頑張れみたいな僕は打たないけど頑張れ、あなたがやってくれたり積もってくれる分には僕は大体トップだからと思いながらとか、確かにいろんなパターンがあるんで、2位の人も頑張りますもんね、そうそう、打ち合ってくれるんですよ、どうせ、そうでしょうね、頑張るんだったら確かに、うん、だから内定過程でもよくね、スタートダッシュから私結構考えてるんですけど、うん、どこからのリーチが入ったら何が切れるっていう手組みをする、自牌とか安全牌がなかったとしても、うん、各方面の安牌をターツとかに組み込まれてると、うん、もし最悪一発とか残り何巡しのがなきゃってなった時に、うん、降りれる牌だけは目星つけとく、なるほど、だから中ちゃん牌残す時も、うん、場に安いからこっちの方が重なった時いい町だって残すと、うん、まあ普通に自分のルートで選べるんだけど、うん、じゃなくてこっちのターツで手を組むと最悪あの人から攻め込まれた時骨2つとも切れるぞとか、あ、はい、ジャントーもこの牌2つだったら、うん、ここのリーチに対応できるよとかのをイメージしながらやると、うんうん、結構まあどうにかなるかなって、まあ折り師なんで折りていくだけは結構周りの出方も見つつ、そうそう、自分の手組みも考えていくできるといいんで、とりあえずまあ、ね、何か役見つけてまっしぐらにやって、うん、様子周りの安全牌も確認しながらやると結構どうにか2着以上では残ってることがいいかなと思います。はいはい、質問ではないんですけど、動画の終わりの挨拶みたいなの作ってほしいです。考えて考えてよ、そうでもあれねーねーってやつ
お前完全に今なんかバカにしてただろ、あいこのなんか目いっちゃってたし、今なんかもうってやつあったじゃないですか。でもっと決めはでしょ、今はどうも日向あいこですみたいな漫才みたいにわーって入ってくるんだけど、けどじゃなくてなんかなんか決め台詞ね、なんか始まりも単品一発相撲みたいなやつでしょ。ちょっとダサいね今の。募集中でーす。はい、次皆さんいい案ください、お願いします。はい、ドッポさんは出演されないのですか。日向さんも素敵ですが、ドッポさんも好きなのでぜひ共演していただきたいです。ドッポリオン出てます、なんかいっぱい出てる。ドッポリオンはこれからもドッポリオンはめちゃくちゃ出てます。ドッポリオンドッポリオンって言うんですか。ドッポリオンって呼んでる。どっからそうなったかはもうあれだね、あいちゃんの頭の中から出てきたの、ね、あのね緑のあのつなぎ着てるの、ドッポリオン。アイコがピンク、ハウちゃんが黄色で、ドッポリオンが、緑っぽい青っぽいような色で着て、知らなかった。だからドッポリオンのカラーでその戦闘服みたいなのつけるとなんかエヴァンゲリオンみたいな創生のアクエリオンみたいな感じでドッポリオンっていう生き物みたいだねみたいになって、それでそれでドッポリオン、ね、ドッポリオンって呼んでる。で、ヒナタリアンっていうオバタリアンみたいなやつドッポさんから呼ばれてるからね、これは不愉快だね。え、でも共演してほしいって書いてある。あ、もうめちゃくちゃいい人だし、めちゃくちゃ面白いんで、うん、ぜひぜひこれからも共演するし、うん、あの匠の打ち手でも出るし、うん、あのいろんなあの面白い系のバラエティにも出ます。お、安心して、いっぱい出るって、うん、よかったね。麻雀の匠めちゃくちゃ面白いです。おどぼーす。他団体のプロも呼んでほしいのですが可能ですか。呼びます。呼びます。結構もうオファー出してて、はい、何人決まってるんですか今。もうジョッキーってやればいいよね。出るし、お、あの出るし、お出るし、お持ってもらってるし、あとうわみんな OK もらってます。やばい、全部見たいでしょ。いっぱい出ます。日向さんは学生の時はどんな人だったんですか。学生時代とかの思い出を教えてください。どこ、小学校から行く、学生、保育園から行く、どの辺だろう。学生って保育園ではないのか。小学校か。小学校ぐらいね。長野の山奥の学校だったんですよ。はい、で、小学校の時はよく喋ってたんですか、小学生から。でもね、先生に口は負けなかったと思う。うわぁ、やだ、そんな小学生論破、論破しちゃう。先生、それは違うと思いますみたいな感じだけど、あの傷つきやすいか、繊細だったから。いっぱい喋るのに、いっぱい喋るっていうか、曲がったことは嫌いなの。だから、いじめられてる子とかがクラスにいるじゃん、うん、そういうことも仲良くしちゃうタイプだった。ってなると、今度、あの大きいグループからさ、あれ、あいこ何やってんのみたいなじゃん。あの子はいじめるって言ってないじゃんみたいな。そう、ね、そうに歯向かうから、うん、なんかそこらへん、いい子じゃん。いや、いい子じゃないの、うん、トラブルメーカーだったのその時からだから、あいこ、ダメなんだよ、多分ね、ちょっと偽善者なんだろうね。なんか、なんだろう、なんかわざわざそんなのじゃなくて、もう良くないみたいなタイプだったの。もうだから、自分の意見をこう言いたいというか、通したいわけではないんだけど、投げたくないのね。間違ったことが貫かれてるのが嫌だった。正義感の変に強い子で、なんか保育園の時からね、あの泣いてる子がいるじゃん、うん、あの自分より下の学年っていうか、その、ね、うんうん、年中だったら年少とか年少ね、うん、下のクラスの前通って泣いてる子がいると、うん、その覚えてないよ、うん、こうやって言って、うん、どうしたの、大丈夫、先生呼んでこようかとかやる子だったんだって。お母さんが見ててそれを、でそれで先生とかが、ひなつさんがまた、あいこちゃんがまた違うクラスのちっちゃい子面倒見てあげて、うん、いいお姉ちゃんやってあげててみたいなのとかを聞いてて、だからちょっとね、変な子だったので、なんかね、学生じゃないんだけど、うん、その保育園の時にね、うん、ちょっとすごいお母さんが今でも覚えてた、私にこの間教えてくれたんだけど、うん、すごい変わったことがあって、うん、なんかちっちゃい子ってクレヨンとかクーピーとか渡すと、はい、カラフルな絵を描く、うん、いろんな色使って、うんうん、で逆になんかその茶色とか黒とかいっぱい使うと、うん、心に病気とか闇を抱えちゃってて、何か嫌なことがあった時とかに黒いペンとかいっぱい使うんだって。なんかね、よくドラマで見ますね。そう、で心が病んじゃったとか、うんうん、で、ある日突然愛子の絵が真っ黒になったんだって小あ保育園だから3歳4歳ぐらいの時に真っ黒になって、で保育園の先生がびっくりして、うん、この間まであんな鮮やかに描いたのに急に愛子
ちゃんどうしたんだろうと思って、うん、お母さんの帰り際に会った時に、うん、なんか愛子ちゃんがすごい黒い絵を描いてて、うん、これはなんか心理学的にも良くないから、うん、あのちょっと時間ができたら愛子ちゃんとお話コミュニケーション取ってもらえますかって言ってお母さんが、うん、みたいになってうちの愛子ちょっと大丈夫みたいになって、うん、お家帰ってさりげなく、うんね、アイコ、うん、みたいな、何みたいな、うん、あの絵もらったんだけど、うん、なんでこんなに真っ黒に今回描いたのみたいな、うん、なんか描きたいのがあったのみたいな、なんかあったって聞いたら、うん、なんでダメなのみたいな感じでアイコ言ってて、ダメじゃないんだけど、親としてはどうしたのかなみたいな感じで、お母さん聞いたら、うん、だって、うん、クレヨンさん黒いのだけどんどん長くて、うん、減ってたなくてかわいそうじゃないって言ったんだって、なんて言うの黒い黒いクレヨンを減らすために他の子みんな減ってくのに、うん、黒だけ減らないのがかわいそうだから、うん、なんか使ってあげたかった、だから黒にしたのって言ったら、なんでいくらだったのお母さんがわーってなって、それがすごい4歳ぐらい衝撃だったって、お母さんが、いやこの子な、この子クレヨンの気持ち考えてるみたいな黒いクレヨンの子が泣いてると思ったんだね、そうそうそう、かわいそう、この子だけかわいそうって言ってたよって言って、すごい子供だね、っていうちょっとずれた子だったんだ。確かに黒とか白とか残るもんね。そう残るの。でも白はね、うん、あのなんか目キラキラに描くときとか使うで白。あそう。私ほら人物が描けないからそう。だからそこら辺からちょっと変わってて。で中学校は、うん、あのねお昼食べたら結構帰っちゃう子。あいこ疲れた帰るみたいな。中学生っていうのは義務教育で、なんか5時間くらいまでもあったような気がするけど、あいこもうちょっと疲れた帰るって、家近かったんですよ。不良？不良じゃないよ全然あのもっと荒れてる子たちはいっぱいいて、あいこはどちらかというと、うん、すごいあのいい子だったよ。でもお昼食べたら帰ったの？お昼食べたら帰る。でもね、うちの中学校変態だったから、あのそこら辺の中学とはもう全然違う、ちょっと変な変わった中学校だったから、ちょっとなんかそこでまたちょっとおかしくなっちゃって、うん、で高校も単位数をちゃんと意識した、高校の単位欠席と出席の日数が足りる分だけちゃんと行こうみたいな、計算してた。そう計算してた。だから全部の授業を何回出てないかとかちゃんと書いてた。課題は絶対やる、ちゃんと出す、テストも受ける、うん、休める分だけ休ませてくれと思ってた。休んだ何すんの、遊んでた。いやお家でもコースお家でコースそうやってた。でもその時には復職 の高校だったから、短大も復職行くってもう決まってて、そのままこうやって学校はちゃんと卒業したし、あの、うん、行ったんだけど、うん、かなりデザインコンクールでかなりいろいろ入賞してて、うん、結構ね、うん、あのいい生徒だったと思う。そこはそこで出席日数がギリギリだったよね。ギリギリだけど、うん、なんか出せば賞取るし、絵描いても服作っても何かしらにヒットするし、うん、なんか漫画の主人公に出てきそうな違うけどで気づいたらパイ持ってっから今あ、まあそうだよねもう人生何があるか分かんないな、ね、でもちょっと変な子だったかも。変な子だね皆さん質問いっぱいありがとうございました。どうも、次回もまた見てね。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ツイッターもフォローしてね。バイバーイ。